情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんも面白かったら高評価ボタン、そしてね、チャンネル登録、さらにはですね、コメント欄に感想などぜひ書いてください。今日ね、散髪行ってきたんですよ。わかります？キラーンみたいなね、ちょっとだいぶ短く、ちょっとっていうか、結構ね短く、なりましたけれども、ちょっとね、こう伸びてくると毛先がピロンピロンになるので、僕実は癖っ気なんで、ちょっとその辺の対応も考えてですね、少し短めに今日はしてもらいました。ちなみにですね、この、散髪の感想もぜひねコメント欄に書いてください。どこで切ってるかというと、前に動画アップしたから知ってると思うんですけど、こちらです。じゃーん、アミラさん、はい、場所はここです。はい、よかったらぜひ行ってください。50代の親父もかっこよくしてくれるよ、よろしくね。はい、ということで、まあこれはいいんですけど、今日はね、そんなことよりももっと大事な話をしたいんですよ。何かというとね、詐欺、もうガチの詐欺、今日捕まりました。もうヤフーじゃねえや、ヤフーか、ヤフーニュースでも結構トップの方に入ってるし、ツイッターでもトレンドになっておりました。詐欺疑い4人逮捕、被害額、65億円かと。これ実際には66億円らしいんですけどね。はい、捕まりました。オズプロジェクトというですね、すごいです、巨額詐欺事件発覚ということで、石田昌司59歳、山下幸寛61歳、橋矢田拓也、46歳、そして戸島正道52歳、この4人がですね、オズプロジェクトのね、幹部だったらしいんですけれども、この4人が詐欺の疑いで逮捕されました。でね、この人たちはなんと2017年から、ビットコインなどの複数の仮想通貨を人工知能を使って、自動で運用することで高い配当が得られるというですね、嘘の投資話を持ちかけて、客から現金を騙し取ったそうです。で、なんかね、このね、橋矢田さんかな、なんかすごい話上手い人がいてね、で、そいつにまあなんかコロッと騙されたらしいんですけれども、ほとんどの被害者がね、高齢者だというふうに言われています。一応ね、騙された人はね、これ時事通信の、記事によるとね、騙された人は全国1万7000人、被害総額は66億円に及ぶと見られていると。で、2017年の2月から3月頃からね、8月末までに、いろんなセミナーを開催してですね、まあその時にどうも荒稼ぎしたみたいなんですよね。で、どんなこと言ってたかというとね、AI を使った取引で、4ヶ月で資産が 2.5 倍に増えますなんていうね、まあ、むちゃくちゃな話を、してるんですよ。ところがですね、トレード用の AI の開発が進まず、費用がかさんだとかですね、まあ、いろんな言い訳をしてですね、その年の12月に、投資者全員に返金すると、いきなり発表したんですけれども、投資額の数パーセント程度が、まあ、返金されただけでね、これ詐欺なんじゃねえか、みたいな感じで言われてました。でも、ツイッターでね、いろいろ晒されてるんですけれども、オズプロジェクトからね、届いた、返金についてのメールってことで、まあ、要はですね、2017年のもう、年末に破綻したんですよ。で、破綻したんですけど、返金するしないでぐちゃぐちゃずっと揉めてて、今私の手元にはですね、2019年の12月に、オズプロジェクトのメンバーに届いた、メールが、あります。これね、まあツイッターで晒されてたんで、ね、このまま読んじゃっていいと思うんですけれども、これちょっと読みましょうか。詐欺こんな出口なんで気をつけてというね、啓発の意味も込めてちょっと読みますけれども、オブズプロジェクトメンバーの皆様へと書いてあってですね、こんな始まり方です。全力お世話になっておりますって、もうこれさ、冒頭からして手紙の作法間違ってるだろ。前略っていうのはね、背景、なんとかの子、例えばまあ、早春の子、ますますご健勝のこととお喜び申し上げますみたいなのがないんですよ。そこを略してるから前略なんですけど、前略でお世話になっておりますって、なんかよくわかんねえなと。前略だったらいきなり要件からね、書いていいんですけどね。まあいいや、それはね、ちょっと置いといてですね、前略お世話になっております。当職は、ね、すごいですね、弁護士みたいですね。当職は、オズプロジェクト、以下、当プロジェクトと言います、から、委任を受けて、ご連絡申し上げますと。で、自分が弁護士だとは名乗ってないんですけど、当職っていきなり言ってますよね。当プロジェクトは、皆様からお預かりした資金を返還すべく、各種の方策を講じてきましたが、現時点において、他の事業でも運用益を上げることができておりません。やばいな。一方で、このまま皆様に対する返金を滞ったままにするわけにもいかないと考え、この度、関係者からの資金提供を受け、一部返金させていただく運びとなりました。この資金提供は、法的責任の所在とは別として、道義的責任を感じてなされたもので、当プロジェクトとしても、資金提供を受けた趣旨に従って、皆様に返金させていただきますという、なんかよくわかんないロジックですね。通常の返金とは別で見舞い金みたいな感じで返しますよみたいなことを、言っております。で、当プロジェクトといたしましては2017年12月5日付のお知らせで通知した返金額、
に一定の掛け率で返金させていただくことにいたしますが、当プロジェクトにおいて1、勧誘紹介されておらず MLM コミッションが発生していないメンバー様と、2、勧誘紹介され MLM コミッションが発生されている、メンバー様に、同等に返金させていただくことは公平性に反すると考えておりますと。まあ要はそのお客さん誘っちゃった人とそうでない人とね、返金の、率を変えますよと。で、返金紹介してないメンバーは、通常返金として、紹介された人はですね、通常返金として申請されたメンバー様に通知額返金の 10% 相当額を返金することといたします。勧誘紹介されたメンバーにおかれましては、何卒ご理解賜りますようよろしくお願いします。返金は令和2年1月、第3週をめどに、金融機関の口座振込により対応させていただきます。返金対象のメンバー様におかれましては、マイページ上に金融機関の支店名、口座種別、口座番号の情報を本日から令和2年1月5日23時59分までに登録してくださるようお願いいたします。すでにマイページに登録していただいている口座への返金の場合は修正不要ですので、ですが念のためマイページの登録内容の確認をお勧めいたします。うんぬんと、いうことですね。まあ一応最後まで読みますか。期限までに申請いただけないメンバー様やお届け口座に不備があるメンバー様には返金できません。またいかなる理由があっても後日の追加や不備修正を賜ることはできませんので、あらかじめご了承おきください。何卒よろしくお願いいたします。そうそうって書いてありますね、この後ね。で、オズプロジェクトの、一応代理人弁護士だ。一応ね、弁護士ですね。本田元樹さんという方からですね、こんなメールが、まあ、配信されていたようですが、結局ですね、この令和2年、去年ですよね。去年の1月3週目にはですね、何の返金もなされなかったようです。はい。まあ、一部返金されたのかな。まあ、ちょっとその辺はよくわからないですが、全貌まだつかめてないのでね、全員にはもちろん返ってこなかったみたいです。はい。ということで、これよくある詐欺ですよね。お金をね、払うときはすごいこう盛り上げるんですけれども、なんか払った後ですね、話がこう変わっていくと。でね、よくあるパターンはね、最初何回かね、金利が振り込まれるんですよ。はい。例えばもう月利 2% で回りますみたいな、もうむちゃくちゃよね。年率24% で月利 2% ですとか言うと、最初の3ヶ月ぐらいね、100万円もし例えば払ったとしたら、2万円ずつ3回ぐらい振り込まれるんですよ。ところが、ね、なんか半年ぐらい経ったところから、なんかこう、金利が滞ってですね、ね、で、払えなくなったりとか、もしくはこう、順調に払っていっても、最後、元本返ってくるってなった時に突然話がおかしくなって、元本返ってこないみたいなパターンが、大体この手の詐欺のですね、基本パターンなんですよね。なので、まあ、ご高齢のですね、親御さんとかね、まあ、いらっしゃる方におかれましたらですね、まあ、このオズプロジェクトの話ね、ぜひね、話していただいて、騙されちゃダメだよと。ね、今の世の中ね、確定利回りで 1% 以上の、投資なんてのは基本的に存在しないと思った方がいいと思います。はい。大体ね、それぐらいのリスクを取りたかったら、やっぱりね、元本が変動する、それぐらいね、金利を取りたかったら、元本が変動するリスクをやっぱりね、受け入れないと、なかなかですね、ローリスクっていうのは大体ローリターンですし、まあ、ハイリスク、ハイリターンですしね、ローリスクでハイリターンじゃほとんどないですから、そういうのにね、騙されないように気をつけてもらった方がいいか、もらった方がいいかなと、いうふうに思いました。まあ、これね、基本的にはですね、ハイリスク、ノーリターンな投資だったと。いうオチなんですけれども、いやー毎回手を返しなんかいろいろ来るわな。昔スイスプライベートバンクとかさ、メディカルアカウントレシーバブルとかさ、なんかそういうなんかちょっとこう、外国のね、やつは結構多かったんですけど、最近この AI っていうのが新たなこの舞台装置になってんだなと。詐欺のものね。で、なんとなくそのね、仮想通貨を AI で運用とか言って、なんかもうこれで、二重にごまかされてなんだかわけわかんなくなっちゃいますよね。でね、やっぱね、よく知らないものにはね、投資しちゃダメですよ。うん、なので、やっぱり一番安全な商品というのはですね、今、東京証券取引所に上場しているね、いわゆるETF、株のね、指数連動のものとか、それからリード指数ね、J リード指数に連動したものとかね、まあ各種、指数に連動した ETF というのが、極めてですね、まあ安全、まあ当然価格変動リスクあるんですけどね、まあ、元本ゼロになるってことはまあほとんどない商品ですので、まあこういったものに投資されてですね、まあ東京ね、証券取引所に上場された株のね、平均的な、配当利回りをね、ゲットしていただく方が、まだ安全かなと。思いますけどね、なんでそういう、こう、公開株の投資をしないでね、いきなりこういうリスキーなものにドーンっていっちゃうのかって
本当に恐ろしいなと思いますね。やっぱりね、その人の人柄とかね、営業してくる人の人柄とか、ね、ちょっとその、なんか、こう、ね、見た目のね、第一印象とかで決めないで、やっぱ話の中身をね、よく見て決めていただいた方がいいんじゃないかなと、いうふうに思いました。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録をお願いします。最後にですね、コメント欄に感想など書いてください。よかったら、このね、散髪の、感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー。